皆さんこんにちは、白熊先生です。今日からとっても声が可愛くなりました。ずんだもんちゃんに声優をしてもらっています。今日は大人の勉強やり直しマニュアルの続きを話しましょう。勉強を続けて大学受験ができるレベルにまで来たら、社会人の場合は夜間大学が主な選択肢になります。でも他にも選択肢があります。それが通信制大学です。通信制大学でおすすめの大学はダントツで慶応義塾大学です。あの慶応義塾大学に通信制があるということを知らない人も多いでしょう。しかも慶応義塾大学の通信制は学費がとても安いのです。初年度は入学金を入れても20万円です。それ以降は毎年17万円で、4年間で卒業できた場合は総額86万円で慶応義塾大学の卒業証書が手に入ります。最高ですよね。大学の学位が欲しい人はぜひ慶応義塾大学を検討してみてください。ではまた次回お会いしましょう。チャンネル登録もぜひお願いいたします。あ、もうチャンネル登録してくれていますか。ありがとうございます。まだしていない。何卒お願いいたします。